け。ファルケ。ファルケ。ロード画面。私のために働け。いやいやいや、ロードに行けないんだ。ロード画面。タイトルに戻るよ。ファルケ。私のために働け。タイトルに戻るから、ファルケ。でか、その日の夜、目覚めた茨城さんは何やら苦しそうに1階に降りてきた。あ、だよな、プランクしてたんだよな。筋肉痛が言ったんだよな、多分。どうかしたか？なんか体の調子が悪くて。病気か？わかんないけど、お腹のあたりが痛い。起き上がったり姿勢を正そうと力を入れたら、いつず、あー、翼さん、変なものを食べたとかじゃないよね？あー、拾い食いとかそんなことはしてないから安心していい。そう、ならいいけど、ほんと何なんだろうこれ。ビリビリする。おそらく筋肉痛だろうな。食べても運動してもその負担を共有することになるのか。実際に体を動かす苦労を感じなくて済むのはマシなのかもしれないな。筋肉痛のこと考えずにできるのもちょっとあれだけどな。そして迎えるクリスマスイブ、パーティーの準備は昼間に済ませてある。マスターに教えてもらって、木戸さんが練習を重ねて作り上げたケーキは無事に完成。今は冷蔵庫で冷やしてある。にしても今日は冷えるな。窓から外の様子を見る。真っ黒とは少し違う夜空。灰色に見えるのは雲に覆われているからなんだろうか。雨とか降らなきゃいいけど。おはよう茨城さん。何？外で何かあったの？少し雲行きが怪しく見える。雨でも降るのかな？
それは困るな。これから外に出なきゃいけないのに。すっかり任せっきりにしちゃったけど、準備の方はどう？ちゃんとできてる。ただテイクアウトのところで頼んだから今から取りに行かないと。昼間はケーキ作りに集中していたのでその余裕がなかった。私が取ってこようか。任せっきりで申し訳ないから。気にしないでいい。そう？でもじっと待ってるのも手持ち無沙汰だし。私も一緒に行く。わかった。なら早速行くか。取りに行ったのは駅向こうの高級ホテル。併設されたレストランでクリスマス用のオードブルやらチキンのテイクアウトを予約を受け付けていた。こちらの方は数日前まで受け付けていたので助かった。さすが高級ホテル。本格的なローストチキン、なんか楽しみ。結構高かったでしょ？まあそれなりに。今日はそういうちゃんとした贅沢を味わうのがコンセプトだからな。後で費用を教えて半分出す。気にしないでいい。俺が勝手に決めて注文をしたんだから。そういうわけにもいかない。遠慮とかしながらチキンを食べたくないし。どうかしたのか？急に首筋に冷たい何かが。雪？あ、雪だ。本当だ、道理で冷えるはずだ。白い羽のような雪がふわりふわり舞っていた。雪自体もそうだが、12月に降ることはさらに珍しい。周りの人たちも雪を見ながら会話を弾ませている。さすがクリスマスイブ、男女のカップルが多い。すれ違う誰もが楽しそうに見えるのはきっと気のせいじゃない。それに俺の隣を歩く茨城さんも楽しそうに見えた。ホワイトクリスマスか。雪だ、雪。濡れるのはあんまり好きじゃないけど、たまにはこういうのも悪くないかな。それだけで特別感が増した気がして、準備をして本当に良かったと思った。悪くはないけど、やっぱ冷えるな。寒い。早く戻ってチキンを食べよう。そうしよう。そんじゃあ、まあメリークリスマス。メリークリスマス。なにこれ、チキンうま。確かにすごく美味しい。さすが高級ホテルのレストラン、こんなに美味しいとは思わなかった。皮はパリパリでも、もも肉の方は全然パサついていない。柔らかくてほんのりジューシーで旨味が詰まっている。これがプロの技か。普段できない贅沢としては文句のつきようもないかも。こんなの毎日食べようとしたらお金か時間どっちかが尽きるだろうな。チキンのローストってこんなに美味しいものだったんだ。食べるのも初めてなのか。いや俺もそうなんだが。初めて。チキンのローストなんてクリスマス以外で見かける機会は少ないし、かといって一人で買うのもなんか負けた気がするし。何の意地なんだ。こんなに美味しいなら一人で食べてもよかったかも。いやでも一人で食べてたらやっぱり敗北感があるかも。そこら辺は考えても仕方ない。今更答えが出ることでもないだろう。とにかく冷たくならないうちに食べよう。そうしよう。ごちそうさまでした、すごく美味しかった。満足するのは
まだ早い、デザートが残ってる。あ、そうだった。ケーキは買って帰らなかったけど、フォール2人で食べるのって結構きつくて、ホテルとは別のところで買ったの。まあちょっとな、ごまかしつつ冷蔵庫からケーキを取り出し茨城さんの前に。おお、いちごのケーキだ、おいしそう。基本的なよくあるケーキになったんだが。十分でしょ。いや、むしろそれがいい。ケーキなんて食べるのいつ以来だろう、全然覚えてないや。とにかく食べてみてくれ。二人でワンホールって結構きつそうな気もする。俺はケーキを切り分け茨城さんに渡す。それじゃあいただきます。うん、おいしい、すごくおいしい。本当か？本当に、なんだろう、なんていうか、こう味が高いレベルでまとまってて、口の中が幸せのフェスティバル。なんかよくわかるようなわかんないようなかわいい感じのこと言ってる。幸せのフェスティバルってなんだ？真顔で尋ねないでよ、自分でも意味不明なんだから。無理して褒めなくても別に。違う、そうじゃない、美味しいのは本当、ただちょっと褒め方を間違えたというか、うまいこと言おうとして大失敗したというか。とにかく美味しい、本当に美味しい。そうか、ならよかった。茨城さんの顔を見て俺の緊張がようやく緩んだ。どこのお店のやつ？有名なお店？いや、作った。作ったって、いぶきくんが？俺と木戸さんで料理の上手い人に教わりながら二人で作った。翼さんも？ああ、茨城さんがクリスマスを楽しめるように気合を入れてな。はあ、そっか、そうなんだ。だからこんなに美味しいのか。茨城さんはケーキをさらにもう一口しっかり味わいながら嬉しそうにうなずいた。ありがとう、こんな美味しいケーキを用意してくれて。いや、よかった、喜んでもらえて。少し不安だったんだ。ちゃんと美味しく作れたはずだが、茨城さんの口に合うかどうかは別だからな。この味で心配は必要ないってば。自信を持てるほど経験を重ねてるわけじゃないからな。味の確認評価をしてもらったのも美香さんと橋姫さんとマスターだけ。茨城さんの口に合うかどうかが心配だったが、うん、おいしい、幸せのフェスティバル。うっさいな、蒸し返さなくていいから。ごめんなさい。そう、無理してうまいこと言おうとするんじゃなかった。茨城さんが悔しそうに俺を睨む。じとめに見えるけどな。だがケーキはそのまま食べ続けてくれる。それだけで満足してくれ、それだけ満足してくれているんだろう。マスターには本当に感謝だ。よかった。一応保険も用意したけど必要なかったな。万が一の口直しとしてチョコレートを用意していた。俺は冷蔵庫に保存しておいたチョコレートを取り出す。以前茨城さんに頼まれたお店のものだ。クリスマス限定ボンボンショコラだ。あの店なら間違いないと思って。準備は任せきり、ケーキまで作ってもらった。それで文句を言うなんて性格が悪すぎる。私そんな人間だと思われてる？そうじゃないが、文句はともかくがっかりすると思ったんだ。だから一応保険はな。まあそれも全部杞憂だったわけだけど、このケーキに文句なんてつけられない。あ、でもそれはそれとして、
チョコはチョコで楽しみ。喜んでみた、喜んでもらえたみたいで安心した。料理もケーキもすごく美味しかった。このチョコレートも間違いないだろうし、本当にありがとう。そう言ってもらえてよかった。それでさ、さ、ちょっと待ってて。歯切れが悪いというか、もじもじというか、どこか意味深な様子で茨城さんは階段を上って部屋に戻った。どうしたんだろう。その心情を推察する暇もなく、再び茨城さんが戻ってくる。その手に小さな手提げ袋を持っていた。これあげる。俺に？クリスマスのプレゼント。クリスマスにはプレゼント交換するものだから。なんかそうだったのかみたいな感じのことを言いそう。何その顔。その顔、迷惑なら別に。迷惑とかじゃない、全然、むしろ嬉しい。ただ俺はすっかり失念していた。茨城さんに渡すプレゼントのことを忘れていた。料理とケーキのことで頭の中がいっぱいだった。十分してくれてたでしょ。このパーティーがプレゼントみたいなものだし、なんならこのチョコレートがプレゼントだし、だからあげる。迷惑じゃないなら。だけどそういうことならありがたく。差し出された袋、俺はそれを両手で受け取った。サイズはそれほど大きくなかったが、予想よりも重みがあった。なんだろう。中を見てもいいか。どうぞ、好きにすれば。でもそんな大したものじゃないから、期待とかされると困るし、もし気に入らなかったら捨てていいから。プレゼントしたものをどうするのも伊吹くんの自由だし。気品がすげな茨城さんの目の前で、俺は袋からプレゼントを取り出す。中には包装された箱が2つ入っていた。2つ、なんだろう、2つも。本当に大したものじゃないから。水増し、あ、いや、言い方を間違えた。あった方が便利かなって。包装を解く。その中身は大きめのマグカップ、そしてタンブラーだった。ほうほう。ずっと同じグラスを使ってるから、温かいものを飲むときはこういうので飲む方が便利かなと思って。俺がもらっていいのか。そりゃプレゼントだし、全然大したものじゃないんだけど、物を送るなんて初めてで、よくわかんなくて。だからそのごめん。なんで謝る、嬉しいよ。本当に両方とも日々使えるものだ。それに茨城さんからもらえたのが嬉しいよ。そうならよかった。よかった。日用品が増えるということは、今の生活が豊かになること。そんなアイテムを茨城さんからプレゼントしてもらった。少なくともとっとと出ていけと思われてるわけではなさそうだ。受け入れてもらったことを実感してとても嬉しかった。早速使ってみたいな。紅茶を入れるが、茨城さんも飲むか。おお、もらおうかな。というか待った、私が入れる。カップに注ぐ紅茶もプレゼントの一部ってことで。そういうことなら任せるよ。うん、ちょっと待ってて。少しはしゃぎすぎた。二人ともそんな風に思ったからだろう。高揚した体を落ち着けようと、俺たちは冷たい空気を吸いに外に出た。寒いと思ったら雪がまだ降ってる。このまま降り続けて明日は積もったりするのかな。どうだろう、強まっても交通機関に影響が出るほどじゃないと思うが、
寒いと思いつつも二人で雪の中空を見上げる。寒さをしのぐのはいつも上着と入れたてのお茶の熱。こんな寒い外でお酒じゃなく普通のお茶を飲むのは初めてかも。お腹の中に温かいものが落ちてくるのがなんか不思議な感じ。体の内側だけが妙にあったかいな。それにお茶があったかい。やっぱりグラスとは保温性能も段違いだ。いいプレゼントをもらった、ありがとうな。どういたしまして。そっけない返事。その方が赤いのは寒いからだけではないかもしれない。味もうちょっと濃いめの方が良かったかな。十分美味しい。ありがとう。で、本当のところは？もう少し濃いめでも良かったかもしれないな。だと思った。私もそう思うし。茨城さんに入れてもらったのは嬉しい。それは本当だ。ありがとう。お礼を言いたいのは私さ、クリスマスに特別な感情は持ってなかった。前にも言ってたな。クリスマスっていうか、そういうイベントごとには興味がなかった。一人だと楽しみ方もよくわからなかったし。でも世間のムードは一色に染まってく。みんな楽しそうに過ごしてる。そういうのを見てるとね、なんか私がいなくても世の中回っていくんだろうなって思ってた。でも今日は、今年のクリスマスは楽しかった。楽しく過ごせた。いつもはすれ違ってた他の人たちみたいに。それにケーキの味はきっと他の人たちより上だし。だから、だから、なんだろう。ねえ、私、何が言いたかったんだと思う？俺に聞かれてもな。だがとりあえず、感謝の気持ちは伝わってきた。なら、十分か。とにかくさ、こちらこそ、ありがとう。そう言ってもらえるなら嬉しい。頑張った甲斐があった。俺はお茶を流し込み、冷えた体を温める。茨城さんも笑いながらお茶を飲んだ。そんな姿を見ていると胸の奥が温かくなるような気がした。またこんな風に過ごせるといいな。来年のクリスマス？それまでずっと出ていかないつもりか。まあ別にいいんだけど、今更だし。来年のクリスマスはともかく他にもいろいろあるだろう。来週は正月とか。正月は別に、ゴロゴロしてお餅食べて初詣に行く。一人でも結構満喫できるから。なら春には花見とか。花見か。人のいない深夜に夜桜を楽しむくらいはしたことがある。でも花見も誰かと一緒なら違う風に思えるのかな。なんだろう、人の少ないところでゆったりと見るのも結構好きなんだけどな。そうだな、試してみよう。俺も花見をしてみたい。だから花見についても考えてみる。期待せずに待ってる。花見。言葉とは裏腹に茨城さんは楽しそうに笑ってみせた。ま、それはまだまだ先の話だろうね。12月だったら4ヶ月ぐらい先か。3ヶ月か4ヶ月先だもんね。今の話としてはやっぱ寒い。そろそろ中に入るか、中に戻るか。お茶も飲み切ったし、このままだと風邪ひきそうだ。首すりとかめちゃくちゃ冷たい。そりゃそうなるでしょ、首に BMI をつけてたら。というか、なんで BMI をずっとつけっぱなし？
昼時間になった。チャプターも変わったから。おはよう、いぶきくん。おはよう。クリスマスの翌日、